はいお疲れダークネス・ローズです。えっと <laughs> めっちゃふわっとして <laughs> めっちゃふわっとして始まった今日、うん、何日だっけ24日また10度とかになって寒くなってきたねまあ暑かった暑かったっていうか急に抜くかだたやんか何日かね、うん、あれ体調おかしくなったから、うん、こんなもんでいいと思う あの寒いのはもちろん寒いし特に夜とか朝とかめっちゃ寒いけどまあまあまあ言うたってこの時期やから普通じゃないみたいな <laughs> こんなもんじゃないみたいな感じやからまあいいんじゃないかなそんな感じでえっ、ー、と天気の話はまあいいとして、えー、テロップと画像にもある通りあの, D Act あのフィフスディーアクトあの キャスのコミュの方であの告知というか募集みたいなのを出してたと思うんやけど一応んとお二人なんや <laughs> あんだけ大掛かりに言ってあのコミュとかでも結構反応は何十人とあって <laughs> じゃあそれに対してじゃあやりたいっていう人はまあ2人ぐらいしか、ねまあね、ただまあ言っても内容も内容やし まずそもそも活動してない人もいるだろうし、そのリスナーでやってるだけで、そのキャス聞いてるだけみたいなのもいるだし、いまいちその何をやろうとしてるのか分からへんっていうのもあると思うよ。言ったら。あのまあ、俺の中でもそんな定まってはないんやけど、基本的にその活動者って幅広いやんか。で YouTuber でもそうやし、あの、キャスに限らず、その配信サイトのリアルタイムの配信の配信者もそうやし、で歌い手もそうやし。 実況者とかもそうだし、なんでもそうやから、VTuber でもそうだし、う名、ん、前料理とかの配信やってる人でもええし、何でもええねん、ぶっちゃけ。うん、だから、間口はめっちゃ広いんやけど、じゃあ、その、じゃあ、活動者ば、僕活動者やってるんで、よかったらって言われても、ね、何したらいいんですかとかって聞いてくる人も中にはいるわけよ。え、じゃあ、結果どうしたらいいのみたいな。あの ちょっと気に興味あるんだけど、どう、何したらいいのかなって。で、いざ入ったとして、ね、その、フィフスリーアクトに入ったとして、な、何をしたらいいのみたいな。<laughs> あの、何をしたらいいのかに関しては、本人次第なんよ。その、何がしたいかによるから。その何がしたいかって、その、YouTuber がしたいとか、配信者がしたいとか、そんな広い話じゃなくて、どういう風にしたいかっていう話なんよ。んで、 ネタに煮詰まったりとかあと何や方向性的にどうしたらいいんかなとかあとその収益とかの関してのを入れるか入れないかとかそのあとそのファンとのファンっていうかリスナーとの兼ね合いみたいななんかこういうリスナーがいてどうしたらいいんやろみたいなどういうふうに対応したらいいんだ突っ張れるのもあれやしそこまでその被害被ってるわけじゃないけどただちょっとその他のリスナー とのあとガチ恋勢みたいなんとかの,の兼ね合いみたいなのちょっともうその周りに被害を出るようなガチ恋勢みたいなのとかねそういうのがに対する対策みたいなのをまあみんなで考えようでもいいしそのアドバイスできる人がいるそのうちのメンバーにねアドバイスできる人がいるんやったらその人がアドバイスすればいいし俺がしてもいいし誰がしてもええねんけど まあそういううういいいいやり取り取ができきるよななものにしていきたいなってたっ感じだからなんか会社とかでもないしコンサルのねまあ一応そのインスタとかにはコンサルやってますみたいなこと書いてるけど基本的にコンサルってなったらその、うん、入った方の人が金払わなあかんななるしでじゃあ社会社だって言って俺が雇うってなったら俺が金払わなあかんしでもこの今のメンバーには一切金が発生しないよ。 今っていう言い方すんのは後々俺が起業するかもしれんから、ね、後々起業したら金が発生するかもしれんけどじゃあ今いる人に金をじゃあお前らの時金取ってなかったから金取るわっていうことにはならないしそもそもそういうことではないしうん今集めてるのはどっちかっていうと仲間やからなどっちかっていうとでも俺が 例えば会社を起こしたりとかコンサルやりますってがっつりやり始めてお金取りますってなった時から入ってくる人に関しては仲間じゃないからその客やその人は客であり従業員やからその人らには金を取らせてもらうけどがっつりでも今募集してる人に関しては金取る理由がないからまあある意味ある意味言うんだったら例えばコンサル料ってあるよ 1>, 1万でもいいし5万でもいいし10万でもええねんけどそれコンサル料ってあるやんじゃあ例えば5万円だとしますコンサル料がで給料も5万円だとしますそしたら5万5万で00ゼロゼロやんかでもこれをその現実に動かしたらたとえ給料払わんくてもだって実際00ゼロゼロやから給料発生せえへんやんかあのコ,ンコンサル料が5万で給料も5万なんやから俺が5万もらって5万払うだけやから00ゼロゼロやん行ってこいで0やから それは確かに金は発生せへんけどただこのルールを作ってしまうと当然税金とかがかかってくるから <laughs> ややこしいねなだから本当は俺これしようと思ったんよこうやったら一応そのシステム上それっぽいというか <laughs> ちゃんとコンサルやってますみたいなっぽくなるかなと思ったんやけどそれやったら無駄な金がかかってまうからそれはちょっと違うかなと。 ごめん、ぐだぐだと言ってるけど、本当に今集めてるのはチームやと思って、うん。今後どうなるか分からんけど、今集めてるのはあくまで一緒にやろうぜっていう話やから、うん。一緒にやろうぜって別にグループ組んで、例えば全員で配信するとか、まあそれはやってもいいと思うよ。YouTube のチャンネル作って、そのグループのチャンネル作ってとか、あとどっかの配信サイトでグループのチャンネル作って、全員でそのコラボみたいなややるとかっていうのもありやと思うけど、 言ったらね今集まってるメンツが2人とも関東なんよ今今今いる2人が2人とも関東の人やからで俺関西やから集まらへんや俺が行かなあかんしまあ別に俺が行くのはいいんやけどそんな頻繁には行かれへんやんか言ってるからその辺の兼ね合いもあるからその集まってやるってなかなか難しいしじゃあやるってなったらコラボとかそんなんやろうなと思うしねうーん まあね、その前にも言ったと思うけど今その協力してもらってるそのゆきかちゃんっていう子があーの <laughs> えっとねこの YouTube に上げる動画というかこのラジオ動画をにちょっと協力してもらうつもりやがんかインタビューみたいな感じになるかな対談みたいな感じになるかなあの20分から30分ぐらい時間取らせてもらってまあその子も枠やった後に 手伝ってもらうみたいなある11時半とか12時とかになると思うしその子も、ね、彼氏と通話したいやろうし <laughs> ていうの俺に付き合わせずっと付き合わせるの良くないからまあ20分から30分ぐらい取ろうと思ってるんよだからまあそんな感じかな今キンキンでやることってそんな感じかなでまあ募集してます今でもずっと募集してるんでその今2人入ってるけどまあで,で別に店員とか決まってないけどそうやな まあ、10人集まったら万々歳かな。お <laughs> んかな。10人集まったらもうチームとしてありかなって思うけど。まあね、5人集まってももう十分グループ系にはなるから、言うても。うん。だから、それぐらい集まったらいい感じかなとは思ってる。うん。んで、そんななんか小難しいものでもなければ、なんか、ややこしいルールがあるとか条件があるとか、ほとんどないから。 うん、せいぜいこの名前っていうかその所属してるっていう胸を SNSTwitter でもインスタでも何でもいいから書いてもらってもらってもろてががもらってがぐちゃぐちゃになったな今なあの書いてもらってでまあそのその素性というかまあ宣伝も兼ねてね一応ねああそんなグループがあるんやっていうのを分かってもらうためにもっていう形で、うん、そんな感じかな。 はい、えっ、ー、とまあちょうど10分ぐらいなんで終わろうかなと思うんやけどえっ、ー、とまあなんか質問があったらえーインスタの DM まあ多分インスタの赤に関してはある程度みんな分かってるかなと思うからうんまあまあまあとまあキャスのコメントコメントであのキャスのコミュがあると思うよこれについて書いてるコミュがあるからそこにコメントしてもらってもいいしなんやったらその LINE の ID とかも載せてるからそっから飛ばしてもらってもいいし。うん。で、インスタでもどっちでもいいし。な、ちょっとツイッターは今ちょっと動いてないから、ツイッターに送る、そのスピカちゃんの方に送られてもちょっとリアクションができないから、ちょっとあれなんやけど、それ以外の手段だったら全然問題ないんで、よかったら質問でも何でも言ってもらえたらいいと思います。えー、そんな感じで終わろう。な、相変わらずね、滑舌がぐにゃぐにゃしてるんよ。 ぐにゃぐにゃしてるっていうかまだ晴れが引いてないからねうんその感じでねはいえーとじゃあ募集してますフィフス D のメンバー仲間一緒にやろうぜはいそんな感じでダークネスローズでしたバーイ